大井本線料金所大井本線料金所は東京都品川区の首都高速道路湾岸線の東行きにかつて設置されていた本線料金所であるかつては首都高速道路東京線の料金を徴収していた本線料金所である2012年1月1日の距離別料金への移行に伴い川崎浮島ジャンクションの CA 東京湾アクアラインからの流入者と 入り口料金所が設置されていない浮島で入り口、空港中央で入り口、羽田線の羽田で入り口、空港西で入り口の流入者の未料金を徴収し、それ以外の車両は領収書の確認を行っていた。首都高速道路のうち、特に交通量が多い本線料金所の一つでもあった。かつてはこの料金所を先頭に渋滞が激しく、ラジオの交通情報にもよく出ていた。 そのため2003年にはダブルブース化が行われた。ETC が普及した2005年頃からは徐々に緩和しつつあったが、2015年3月7日に本料金所からすぐ先に中央環状線の o j g t が設置されたため、本料金所に接している大井南入口から湾岸線へ入る交通と、本料金所から中央環状線へ入る交通が、 本料金所の先で工作することになり、交通量が多い時は本料金所から o 井、e、j c t まで折り込み渋滞が発生していた。o 井 j c t などの渋滞対策のため、前述の料金所が設置されていない後入り口に、入り口料金所、空港中央入り口料金所、羽田入り口料金所、空港西入り口料金所を設置し、大井本線料金所、 羽田線平和島本線料金書を廃止することを2018年3月16日正式に発表した。そして2018年5月14日22時に料金収受業務が終了し、同年5月20日22時をもって本線料金書が廃止された。現在は料金ブース等の撤去が進められている。なお、2019年4月15日からは、 本線料金所跡地に、OEJGT の分岐点が移設され、それに伴い、大井南入口は、湾岸線東行き方面へ、流入不可になり、中央環状線外周り行きのみの接続になると、共に中間大井南入口に名称が変更された。これにより工作が解消し、さらに交通の円滑化が図られるとされる。ブース数、2、ありがとうございます。